アプリシエイト高梨いつきです。フェアリーゴトマザーアイズメソッド15色の才能。人は誰でも15色の才能を持っている。その15色を組み合わせて無限の才能を作ることができるのです。これは再来年還暦を迎える私が才能の目である15色の短所を自分も周囲も幸せにする才能として花開かせるために挑戦する行動の記録です。才能が開花するまで毎日更新の予定です。劣等感の塊で自己否定的で自己喪失し依存症になっていた私が自己肯定して自己需要ができ周囲や社会に貢献できる才能の塊になるまで研鑽と鍛錬、挑戦と失敗を重ねていきますから、ぜひご覧ください。才能がいつ花開くかは誰にも分かりません。もしも途中で挫折してしまったらすみません。6月16日から17日のダイジェストです。16日の夜はマンダラを書いて寝ました。17日の午前中は運動と動画編集、それからブランチなど、午後はお掃除マンダラ、ガーデニング、レオ様が急に帰ってきたので実家のバラを見せてもらいに出かけるなどをしていました。これは翌日に編集している動画です。タイムラインは LINE ブログに上げてありますので、ぜひぜひご覧ください。15色の才能を伸ばす研鑽と鍛錬で行動した色にハートマークということで、赤色がストレッチ、筋トレ、目の運動、ウォーキングが3838歩、栄養管理8時間以内の飲食、8時間睡眠、ユートレさんとマリナトレさん、オレンジ色のウッターが夜遊びさん、リサさん、アブさん、アリさん、エメさん、ウルさんを動画を撮りました。黄色がアクリル絵の具で、夜1回描いて、で昼間1回描いたので2回になっています。それから、動画の編集ですね、日記と、それから運動と、歌と、あと、そうですね、マンダラも撮りましたので4つですね。ブログを書きました。あと黄緑色の拡散をしました。 Twitter2 つあげました。 Facebook 全部で8個シェアしてあります。 YouTube が、はい、日記ですね。で、ノートとホームページとアメーバーとブロガーと LINE ブログにあげました。インスタグラムが4つあげてあります。緑色のガーデニング1つですね。水色の計画、青色の暗記暗唱知識で、福島正幸さんの簿記の勉強、紫色のルートタロットカードと写真、ピンク色がメイク、ファッション、アクセサリー、紫色シルクドソレイユ見ました。ただ見ただけです。赤色が漫画を読みました。黒色がやってないですね。灰色読書しました。白色の掃除浄化のり東京をお祈り、約4時間放送のでお掃除をして今後院さんの読経をやりました。今日の自分観察ということで、夜寝る前にマンダラ、起きてからまたマンダラ、間に運動や歌の動画も撮ってインスタに上げてと大忙しでした。夕方には急にレオ様が帰ってきて実家にバラの花を見に行き、楽しい時間を過ごしました。夕食の時にレオ様が YouTube でシルク・ド・ソレイユを見るのを勧めてくれて、懐かしい時間を過ごしました。毎年、アトリエで行っていた研修旅行でディズニーランドやシルク・ド・ソレイユ、劇団四季のミュージカルなどを見たのを思い出しました。今の暮らしを思えば嘘みたいに恵まれた環境でしたが、その頃の私は気持ちが外ばかり向いていて、自分のやりたいことの軸をどうしても作ることができませんでした。今は収入もなく、どこかに出かけることも自粛して、できうる限りの、倹約生活、ミニマリストとして暮らしていますが、気持ちはしっかり自分の中に向いていて、それがとても快適です。人生は面白いものだなと思いました。この今後ですね、仕事を始めていた時に、そこのちょうどバランスを取れるようになりたいなというふうに思っています。外ばかり向きすぎない、自分の内側だけにこもらない、そういうバランスも難しいなというふうに感じます。報告は以上です。動画のチャンネル登録と高評価
ブログや SNS のフォローといいねをどうぞよろしくお願いします。動画の音楽はおしむ、イラストはおきそ、文とナレーションは高梨月でお送りしました。神様と皆様に感謝します。はい、アプリシエイト。以下は毎日同じアファメーションを書いてあります。次の日の夜の9時になってしまっていますので、ここで一回終わりにしたいと思います。続けて今日の分も撮ってしまいたいと思います。自分の人生は自分のもの。人にも社会にも支配されない。人のせいにも社会のせいにもしない。自分との一本勝負です。過去を悔やまず、未来を恐れず。この先が明日までかもしれないし、60年以上あるかもしれない。そんな人生のために今日一日に集中して楽しく生きます。今はの際まで希望を持ち続けます。この世界はすべて自分の魂の成長のためにあるのだから。神様と皆様に感謝します。 I appreciate。 じゃあまたね。バイバイ。